政治学とはアリストテレスによる政治学や政治哲学の古典的な著作である。アリストテレスはアテナイでプラトンに学び、マケドニアでアレクサンドロス3世の教師として務めた。後にアテナイに戻って学園リュケイオ音を設置し、そこで教育と研究を行っていた。アリストテレスの著作年代ははっきりしていない。本書、 ポリティカーの成立についても本人が整理したのか、第三者が彼の抗議録などを整理したのか、明確に分かっていない。構成は、理想国家を論じた第一巻から第三巻、現実国家を論じた第四巻から第六巻、そして、国家一般を論じた第七巻から第八巻から成り立っており、どれも異なる時期に作成されたものを編集したものである。全八巻からなる。 1> 第1巻、第2巻、第3巻、第4巻、第5巻、第6巻、第7巻、第8巻まず人間の本性の考察から出発する。人間をポリス的動物と捉えており、言語によって、回復や利害、善悪を共有することで、家族やポリスを作り出すことが可能な存在である。しかし生まれながら人間は最適な状態にあるわけではない。人間はポリスの形式のもとで、 共同生活を行いながら法によって指導されつつ作り出されなければならない。そこで問題は人間にどのようなポリスの制度を適用するのかということになる。人間の知性には限界があるためまさしく定められた法による支配が重要となる。法の支配は市民の支配よりも優れているとアリストテレスは考えた。この法の正しさとは 多くの人々に受け入れられていることによって根拠づけられる。正しい方であるかどうかは服従する人々によって評価することが可能であり、またこれは試行錯誤の結果としての七者の評価である。つまり、慣習によらない方は人を服従させる力を持たず、また長期の時間を費やして力を得ていくものである。 最善の国家体制とは何かを考えたプラトンによる国家の理想政治の議論とは反対にアリストテレスは現実政治に着目してその国家体制を分類する。その基準は統治者の数と統治の目的から6つの分類法を提案している。それは単独支配、少数支配、多数支配と公共のための統治か支持のための統治かという2つの基準を組み合わせたものである。 公共のための単独支配は、王政、支持のための単独支配は、選手制、公共のための少数支配は、貴族制、支持のための少数支配は、下等制、公共のための多数支配は、国政、支持のための多数支配は、民主制である。アリストテレスは政治における中央の重要性も、論じている。国家において、富裕層は支配することだけを知り、 また貧困層は服従することだけを知る。このような社会は相互に対立することになり、国家の生因としての友愛がもたらされない。つまり、立法者は富裕層と貧困層の中間的存在で、なければならない。この思想には、アリストテレスのニコマコス倫理学の道徳思想が背景にある。ありがとうございます。